さんこんにちは。本日のマッチはベルギー対日本、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さんよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。さあ両チームイレブンが姿を現します。日本国国歌お聴きいただきます。スターティングラインナップ勝者はどちらなのか。そろそろ試合が始まります。今前半キックオフになりました。ベルギー対日本。さて北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。ルカクですね、はい。まあ、強靭なフィジカル、そして突破力のあるスピード、はい、爆発的なやっぱシュート力でしたね。この辺が魅力でしょうね、そうですね。相手にしてみれば当然抑えておくべき選手でしょうね。シーズン立ち上がりは好調、現在開幕から3連勝中の日本。ロングフィードで狙う。ルカク、スルーパスを出す。裏のスペースを狙う。このボールに触ります。ルーズボール。山口、もう一つ前に行きたい。サイドを縦に走らせます。アウトまで来た。決まった、先制日本。日本まずは1点。クロスから頭で合わせ決まりました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今シーズンの3ゴール目となります。日本先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、はい、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。低いボール。先日の試合は監督の采配が見事的中したこのベルギー。まああれは単純にリードしていたので、前線の枚数を減らして後ろの選手を入れて守備的にスイートでしたよね。まあよくあるパターンでしたけども、堅実でしたよね。岡崎、もういい形ですよ。ヘディング、ハーフナー前ピンポイントで合わせてきます。乗ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね、今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、そうですね、バランスですよね。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。
ライン・ゴラン、前回の試合ではチームのリードを決めるゴールのアシストを記録しています。デブライネ、ヘルトンゲン、さあつながるか、さあルカク、山口、ハーフナーに渡る、ヘルトンゲン、デブライン、ヘルトンゲン、このボールをカットします。ヘルトンゲンからのパスは通りませんでした。森重、庄司、デブライン、ペレイラ・カラスコ。日本としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。緩いボール、打った。ポストの左です。サイドのスペースを使う、ボールつながります。さあ内田へ、どうだ、頭だ。このヘッドも決めることができません。まあ決まりはしなかったですけども、サイド攻撃が非常に効いてますよね、はい、クロスに対して必ず飛び込んでくる選手がいますし、しっかり当ててシュートまで持っていきますからね。そうですね。日本、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。前線へ、この長いボール、流れを止めます。ベルギー、これはスローイン。サイドのスペースへ走らせる。ここで丁寧にボールを扱う、縦に仕掛けます。ここはカットします。リツェル、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。45分間戦って1対0、日本まずは1点先制して折り返す前半となりました。選手たちの表情を見ていても、はい、チーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。そうですね。ここまでいい流れで来ているので、後半も続けていくことでしょうね、はい、日本がまずは1点先制して後半へと向かいます。日本のキックオフでスタート。日本 1-0 リードです。清武、日本は逆転勝利をつい先日の試合で挙げています。味方を走らせる、シュートもあります。一旦クリアで落ち着かせます。長谷部、内田へ、山口、香川、このスルーパスは通りません。ルーズボール、香川、サイドのスペースを使います。シュート、アザール、ヘルトンゲン、ここは通しません。
ベルギーとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールを動かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですね。そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどね。はい、決まった、追加点、日本追加点、日本。クルトワがこう弾いたボールを正確に押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。今日2点目のゴールです。ベルギー選手を変えるようです。デブライン、アーチのようなパス、アザール、いい展開ですね。内田削ってしまいました。幸運の注意に終わりました。誰に合わせてきますかね。これは合いません。柔らかいボール、ベルギーとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってますよね。俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。長谷部からのパス、さあ内田へ、柴崎、前線にボールを送ります。ハーフナー前、すでにこの試合で2ゴール決めています。ヘルトンゲン、ルカク、大きくサイドを変えます。デブライン、素早いパスで攻め上がっていきます。ボール入りましたよ。抜けてくる、試合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このまま終わりますとベルギーは今シーズン初めて負けを喫することになります。さあ交代枠を使い切りますか。先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、今日は点を取ってますしシュートもたくさん打ってますからマークされるのも分かりますよね。
庄司、日本ここは時間を使います。残り5分を切っています。牧野、柴崎、牧野、おいい形ですよ。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。さあこれで交代枠をすべて使い切ります。ベルギー、さあベルギー、2人の選手を入れ替えます。左側上がる山口、アーセベ、パースをつなげます。アディショナルタイムは4分あります。長い縦へのボール、さあつながるか、ここは読んでいました。ペライン、ここで笛です。2対0、日本見事白星を挙げました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか？日本としては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本見事勝ち点3を得ています。